セイ・ウルスラ、英語、セイントウルスラ ?383 年は、伝説の人物で、ブリタニア出身のキリスト教徒の聖女である。しかし、聖女の伝説は、ドイツのケルンが発祥の地である。ウルスラは、1万千人の諸女をめぐる、キリスト教的伝説の中心人物で、この伝説は、9世紀に起源があり、ついで、ケルンの奨励敗堂内で、破壊死が発見されて、 あと、13世紀になって伝承が変容し大きく、増幅された。ケルンの破壊師は後になって、ウルスラの名前を持つ、サル8歳の少女のものであるとされた。中世以来、実在の聖女と信じられ、ウルスラ宗系が盛んであったが、今日その実在は、疑問とされている。カトリック教会の天礼歴ではかつて、ウルスラの祝日は10月21日とされていたが、 実在の可能性が低いという理由から1969年以降、天霊歴から除外された、セイウルスラの船で、クロードロランシゴ聖女、ウルスラ像聖ウルスラ教会、ケルン、ドイツウルスラの伝説は、歴史的な背景をおそらく持っていないと思えるが、彼女が、ローマ系ブリトン人の王女で、南西イングランドにあった、ドゥムノニア王国のフオードートの求めに応じて、異教徒の総督である、 アルモリカのコナンメリアドクを未来の夫として婚姻を結ぶため一万千人の諸女なる侍女たちと共に船出したとされる奇跡の嵐によって彼女と侍女たちはわずか1日で海を渡りガリアの港に到着したその地でウルスラは婚姻の前に自分はヨーロッパ全域を巡る巡礼の旅を成就することを宣言したヤコブスでオラギネのレゲンダアウレアの記述では 異なった経緯が記されている。すなわち、ブリトン人の王の娘であるウルスラは、イングランドに君臨する、異教徒の王の息子アイテリウスとの結婚を求められた。ウルスラはこれに同意したが、3つの条件を提示し、アイテリウスにもまたこの条件を満たすことを求めた。3年以内に、王子アイテリウスは、洗礼を受けること、10人の同伴者とさらに1万1000人の乙女の一団を編成すること、 こうしてウルスラは彼らと共に、ローマへと巡礼の旅に出発することであった。ウルスラは従う、者たちと共に、ローマへと向かい、教皇、キュリアクス、また、ラベンナ司教スルピキウスに対し、彼女たちと合流するよう説いたとされる。噴続に、包囲されていたコローニュへと進発して後、従う少女たちは、全員、恐るべき、虐殺の中で命を失った。 こうして383年と想定されているが、粉俗の主張がウルスラを弓で射殺し、彼女は殉教した。ウルスラと彼女に従う諸女たちはケルンに埋葬されたとされる。その地には彼女らに封建された聖ウルスラ教会が混流されている。確かに5世紀頃には、ケルンには諸女の殉教者に関する伝承が存在したが、出典となる記録に応じて数が異なり、 2名、または11名の少人数の範囲であった。0万千人の諸女という数字は、9世紀になって、初めて登場したものである。なぜこのような、膨大な人数が言及されるようになったのか。その理由として考えられるのは、一つは、殉教者を2名として、その名を、ウルスラト・ウンデ・キミリア、または、ウルスラト・キミリアと呼んでいたのが、前者の、ウンデ・キミリアの名は、ラテン語としては、 アンデスイミリアつまり、十一ルセン後者のキミリアの名は、クシーミリアつまりやはり、十一ルセンと間違って解釈可能なため、ウルスラと一万千人の乙女という語読が生まれたということが考えられる。また、今一つの理由としては、十一名の殉教した諸女を意味するラテン語の言葉、クシーマーターズビジネイスの省略形である、クシ MV が、 アンデッサム・ミリア・ビ・ジンムと誤って解釈ないし伝承されて1万千名の乙女たちなどが出てきたと考えられる。以上の二つとはさらに別の説明が存在する。西欧中世にあっては出所不明な遺骨が殉教者の生遺物として大量に販売されていたのであり、1万千という数字の起源はこの中世の状況から出てきたものだとする説である。セウルスラと彼女に従う。 乙女たちの話は当時広く知られていた結果、この説明では、聖女とその乙女たちの遷物と称して、あまりにも多数の遺骨が売られたため、この膨大な数の遺骨を説明するため、1万千人の諸女たちという数字を人々が発明したというものである。セイウルスラ教会、ケルン聖王中世のキリスト教世界においてこの伝説が持った重要性は、 例えば、ケルンの都市紋章を飾る11個の炎に現れており、また聖ウルスラがケルンの守護聖人である理由を説明する。ウルスラの生物は彼女の名を持つバシリカ聖堂において数形を受けている。13世紀にはソルボンヌが同様にウルスラを守護聖人とし、またこれに習ってポルトガルのコインブラの大学、オーストリアのウィーン大学もウルスラを守護聖女とした。 ウルスラはまたラシャ製造業者たちの守護聖女であり、彼女のマントは、霊言新たかなものとみなされていた。ウルスラはさらに、イコノグラフィーにおける重要な主題であり、分けても、ガカカルパッチョに霊感を与えた。聖ウルスラはまた、その聖徳でもよく知られている。彼女は長い間、戦の時に良き死が得られるよう、あるいは、良き婚姻が得られる要素の加護を祈る聖女であり、 同時に、若い娘の保護者として加護が祈られた。このゆえにウルスラは、その名を持つ聖ウルスラ修道会の保護の聖女であり、2003年5月18日に、劣勢された聖ウルシュラレドホーフスカに、例の導きを与えた。英業バージン諸島紋章の、聖ウルスラクリストファー・コロンブスは、ウルスラと彼女に従った乙女たちにちなんで、バージン諸島を命名した。 1520年10月21日にフェルディナンド・マゼランは諸女岬を回ってマゼラン海峡へと侵入し、この岬をセウルスらの諸女たちにちなんで命名した。ポルトガルの探検家、ジョアン・アルバレス・ファグンデスは今日、サンピエール島、ミクロン島として知られる島々を1521年に1万1000人の諸女と名付けた。コロンブスが名付けたバージン諸島は後に、 イギリスの海外領土となり、20世紀においては、イギリス領、バージン諸島として知られる。実地領として、独自の紋章と、イギリス領、バージン諸島の旗を持ち、紋章には、命名の契機となった聖ウルスラの像が描かれている。また1万1000人の諸女を象徴する11機の植大が描かれている。これは、ウルスラを守護聖女とするケルンの都市紋章が、11個の燃える。 炎を装飾として使っているのと同じ意味を持つ。現代においては、ウルスラの物語は、歴史的事実に基づかないほぼ完全な創作と、みなされている。1969年に、教皇パウロ6世は、カトリック教会の聖人のリストの見直しを支持し、歴史的実在性の低い聖人たちを、聖人歴史から除外した。この時ウルスラも除外された。1535年に、 イタリアのアンジェラ・メリチが創設したセイウルスラ修道会は少女の育成と教育にとりわけ専念したがまた世界中にセイウルスラの誉れあるなと数形を広めることに貢献した。セイウルスラはこうして学生の守護聖人と呼ばれることになった。この修道会に属する修道女であったウルシュラ・レデホーフスカヤは20世紀初頭に活躍した人物であるが2003年に 教皇ヨハネ・パウロ2世によって劣勢され、成人となっている。修道会の活動はヨーロッパ全域に広がり、とりわけフランスにおいて盛んであった。やがて修道会は世界中に女子教育のための教育設備を拡充していき、多数の女子教育学校を設立した。1639年にフランスより現在のカナダのケベック州に、 メールマリード・レンカル・ナシオン多数名の修道所が訪れ、この地に北アメリカで最初の女子教育専門の施設を開いた。日本にはカナダより1936年10月15日にメール・セント・マチルドをはじめとする3名のセイウルスラ会の修道所が訪れ、1940年に仙台式の下にセイウルスラの修道院を設立した。翌1941年には 同会最初の教育設備である、東幼稚園を創設した。さらに1948年より、セウルスラ学院家庭学校等、複数の教育機関を設立し、1951年には、学校法人セウルスラ学院として、法人認可を受けた。この後、中学校、高等学校の設立と運営も行い、2005年には、新しいコンセプトの元小中一貫校としての、 プロジェクトを進め、校名を変更して、セイウルスラ学院 H 小学校、中学校、高等学校となった。従来女子校であったが、新しい学校名の元男女とも学校となった。セイウルスラを守護者とするカトリックの修道会としては、他にイタリアのパルマで貧しい少女への事前教育運動より始められ、1575年に創設された。 精神のウルスラ宣教女修道会がある。イタリアに本部があり、中国、フィリピン、日本、オーストラリア、台湾に活動支部を備える。日本においては、1952年福岡市に、その活動拠点を設け、宮崎県の岡市に、学校法人精神、ウルスラ学園の下、精神ウルスラ学園付属幼稚園、精神ウルスラ学園聡明中学校、 精神ウルスラ学園高等学校、精神ウルスラ学園短期大学の経営を行っている。トランスレーション EN、セインとウルスラ23時14分、22エープリル2007より翻訳カントリーブヤターズ、マヤ、バシラ、ヘンリー・ジビー、クーシャーラン、オグイアル、トランスレーションで、ウルスラ本 KLN20 時46分、 13、前2007より一部を省略トランスレーションフランス、サントリー・スル25セプトンブラ2006アレージ43分より一部翻訳、フエン・カントリブ・ヤターズ、アラン、ダーリーズ、ビビセイン・トパル、82.216、81.245 82.、ズブロ、ネクレット、マスター・ヤるル、ありがとうございます。